どうも、イケケンです。ツイキャス配信イケケン参上横浜編でございます。はい、そして、はい、どうもどうも。さあ来ましたよ。僕は今どこへ来てるかと言いますと、あり？ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って。僕はどっちに来てるかと言いますと、じゃ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 ん。おう。こっちに来てるぞ。じゃあ、どうしようか。まあ、正面の方から回ってこよう。正面の方から回ってこよう。うん。ちょっと、そうそうそう。うん。一応、うん。うん。アイボさんね、場所は確認してるんだけど、うん。正面の方から行きますね。ここ。おう、そうです。懐かしいね。僕いつも毎日ね。何？旦那が手振る。ちょっと、じゃあこっちのとこからじゃなくて、横から行こうかな。ちょっと待ってね。あ、まあいいや。ちょっとごめん。あれにするわ。ちょっと、こっちじゃなくて、ちょっと遠回りしてこっち側から行くわ。いいね。やったー。ここだよ。ね。そう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 。そうなんですよ。ここら辺よ、ここら辺。このね、観光地でさ、ここここ。このマリンタワーもいいんだけどさ。はい、はい、どうもどうも。マリンタワーもいいんだけどさ、ここのさ、まあ、山下公園っていうか、この埠頭っていうかさ、ここ、今山下公園駐車場横ですけど、ここですよね。ここら辺がね、そうそうそう。うん、そうそう、僕も思い出が蘇るわ。うん。あっち行きたいところだけど、今ちょっと、どうしようか。まあ今とりあえず、こっちの方から行きますね。あそこの方渡りたいところなんだけどね、今、あっちの方ね、綺麗なところね。いやー、いいね。ちょっとね、アイボさんね、ちょっとね、いいところ泊まりすぎ。いいとこ泊まりすぎ。ああ、そうそうそう。うん。体調戻りましたね。うん。7割、8割。うん。まだまだ。もう挽回まではもう全然だけど。あ、ここ正面だ。うん。じゃんじゃんじゃんじゃーん。じゃんじゃんじゃんじゃーん。うわーって感じでございます。ツイキャスじゃなくてね、動画撮れって感じだけど、動画撮っとくか。動画撮っとくか。うん。せっかくカメラ持ってきたから、カメラ撮っとくわ。ちょっとお待ちください。うん。こういう風な感じで。時間はまだありますんでね。時間はまだありますんで、ちょっと、ツイキャスしながら YouTube の動画も撮ってもいいですか？撮ってもいい。どっちで撮ろうかな。やっぱ、せっかく持ってきたからカメラ出すか。ちょっと待って、ね、お茶も飲んでさ、お茶じゃない、アクエリアスも飲んでさ、熱い、熱い、ちょっと待ってね、めっちゃ熱いから、ちょっとこれ置いて、すごいアングルじゃない、これ置いて、ここの端っこにランドマークタワーのマリンタワーか。暑いよこれ。ちょっとこれもうあれだわ、着てきたシャツがもうびっちょびちょ。うん、暑い。セミですね。もう完全にセミですね。暑いからね、せっかくだから、まあカメラちょっと、僕めっちゃこの何、ちょっと田舎から来たちょっと素人観光客みたいな感じで行っていいですか？暑い、もう
もうリュック担いでるからさ、リュック担いでるからさ、ちょっと待ってね。どういうふうにやろうか。これでどうやってやろうかな。どういうふうにしようかな。ちょっと待ってね。まあ、自分入れなくてもいいか。あ、でも、入れたいな。逆持ちしようか。こうして、左手で持つか。おぉ、ついてたわ。あ、これでいこう。じゃあ、ちょっとこんな感じで。こういう感じで僕撮ってます。はい。こういう感じで撮ってますんで、ダブルでね、配信しながら。じゃあ、ちょっと、ここで、で、こっちでいいか。ああ、どうも、ありがとう。FZ 線重い。FZ 線重いっちゅうの。片手操作重いっちゅうの。熱いわ。うん、まあ、とりあえずね、ここ一発。今、まずは、マリンタワーの、はい。じゃあちょっと撮りますんで、そのまま僕、こうしながらやります。はい。あ、どうもこんにちは。イケケンチャンネルです。今回はですね、YouTube お仲間の、宮下さん主催の、横浜オフ会っていうところにね、僕お邪魔するにあたってですね、ちょっと早めに前乗りっていうか早乗りしましてですね、2時間3時間ぐらい時間ありますんで、ちょっと今山下公園の近くにいるんですけど、ちょっと、いろんなところ散策してみようかなと。でそういうのも動画に撮ってみようかなと思って、今歩いています。で今とりあえず山下公園の、駐車場の横にいますけども、で実は僕、これ実は僕ね、ツイキャスしながら、YouTube 撮っております。はい。なんで、まあ、ツイキャスの方では多分皆さんリアルタイムで見てると思いますけど、ツイキャス見られない方のためにまあ、YouTube の方で動画ちょくちょくアップしていきますんで、そんな感じで僕行きますんでよろしくお願いしますね。まあ動画アップするのは横浜帰ってからだと思いますけどね。はい。ということで、はい。今ちょっと、はい。横浜マリンタワーの、の真下に来ております。はい。そして向こう側が、山下公園からの道なんですけど、まあ、とりあえずね、こんな感じで、ちょこちょこっとその場所ごとに、よいしょ。そんな、撮れたかこれ。あれ撮れてなかった。あ、すいません。今撮ってるはずだったのに。あれでしたわ。もう一回撮り直すわ。最悪だぜ。あ、サーフェス持ってきてないよ。サーフェス持ってきて。もう一回撮ります。撮ってある。はい、どうもこんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回は、YouTube 仲間さんの宮下さん主催される、横浜オフ会ってやつに、お邪魔するために横浜に来ております。でちょっと僕早乗りしましたんで、ちょっといろんなところ散策しながらっていう楽しんでいこうかなと思って録画ボタン押すの忘れたんですよ。で
僕今これテイク2なんですけども、はい、そういうような感じで撮っております、はい、で今横浜のマリンタワーのちょっとこれ逆光になるけどマリンタワーの下の方にいます、はい、山下公園の近くですね、うん、そんな感じでオフ会に入る前に2時間ぐらいかな時間ありますんで、いろんなところを散策しながら、たまに動画撮っていきたいと思います。これアップするのは横浜から帰って富山、うん、帰ってからだと思いますけど、まあ、その時までお楽しみください、はい、うん、ちなみに僕今ツイキャス配信しながら、うん、YouTube 撮っています、うん、はい、という感じです。はい、それでは皆様またまた。よし。え、上野公園？そうそう。あれだって、枝ちゃんと一緒に来るって言ってたっけ。よし。うん。じゃあ、そんな感じで、今、僕、よいしょ。あっちいな、俺。あっちいな。ちょっと一つ失敗したのがね、あれなんですよ。一つ失敗したのが、あっつ、あれなの。FZ1000 のね、予備バッテリー。うん。ああ、そうですね。僕、あそこのあの、ふ頭近辺歩いてるだけでも十分なんですけど、今、とりあえずね、僕今、アイボスさん、そこにお邪魔しに来てるんです、はい、ちょっとお待ちくださいね、僕とアイボスさんが同時に、うん、同時に映るのかまだあれだからちょっと待ってね。どこだっけ。あら、ちょっと待てよ。どこだっけ。おい、お、ここか。ちょっと待てよ。まあ実はね、来てるんだけどな。でもこれあれか、顔出したらまずいか。顔出したらまずいかな。顔出したらまずいかな。なんかカメラ伏せていけばいいかな。アイボさん、もう来たよ。もう来たよ。とりあえず、アイボさん、もう来てるんだけど、もう来てるんだけど、もう来てるんだけど。あ、そうなんだ、うん。今、インカメにして、正確なところをわからないようにしてるんだけども、さあ、どうでしょうか。さすがにあれかな、旦那さん出したらまずいかな。ちょっと一回切ってあれにしようかな。切ってお二人とお会いしてこようか。どこだ。あ、いたわ。今僕あれです。はい、今ね、ホテルの真下にいまして、アイボスさん上見てって言われたんで、とりあえず上見て手振ってみました。はい、そんな感じでね。とりあえずアイボスさんのところに到着しました。どうしようかな。せっかくだから本当は旦那さんとお二人にお会いしてあれだね。お二人にお会いしてちょっとちょこっと、うん、あ、ロビー？どこからこれ？横が入り口？横が入り口。ここは、あ、こっちかな？横かな？ああ、そういうことか。多分横かって、横っていうことか。ここか。あ、ここが入り口か。これどうしよっかな？インカメで、あ、そう、インカメで、アイボさん映したらダメっぽいか。映したらダメっぽいか。
あ、涼しい。うわめっちゃ涼しいわ、ここ。ここ最高だ。あ、ここ相当最高だ。めっちゃ気持ちいい、涼しい。さあエレベーターでやってくるのか。一応とりあえずね、とりあえずインカメにしておりますので、イリュージョンで今座っています。そうそうそう、うん、とりあえずここに、うん、これいいでしょ、ね、早乗りしたらね、こういうような楽しいことがあるんで、ね、2時にめがけていくとちょっともったいないなと思ってね、うん、僕ほらやっぱ早起き人間だから、なんか行ったら現地で楽しいことを送るんじゃないかと思ってね、うん、はあ、そうか、こんな結構いいところですよ、ここ、うん、分かった、うん、そうそうそう、会場だけ行くの。そうですよ、ああこれこれちょっとね、アイボスさんの旦那さん奮発しましたね、うん、いいところですね中華街にすごい近いしね、うん、山下公園すぐ歩いていけるし、中華街、うん、反対側だけど、まあ、多少悪ければすぐ着けるし、ね、うん、そうそう、まあ普通横浜の観光地定番って言ったら、あ、ちょっとね、うん、どうかなどうかな、ちょっとツイキャスばっかりしてたらさ、バッテリーが減ってきてさ、えらいこっちゃなんでさ、ちょっとあのバッテリー補充しないとこいかんな。基本ね、ちょっと iPhone じゃなくてこっちの方であの配信しようかなと思って、これじゃねえ、こっちか。今ちょっとロビーの方に、スタッフフロントの方になんかんっていう感じの目で見られております。なんだあいつ、なんか多分あーそうなの、うん、僕は一発で2万4000です。僕一発で2万4000ミリアンペア、とりあえず1個出しておこうか。はい、超ドデカバッテリー今 72% で結構使ったわここも今回に向けて枝ちゃんに絶対大容量バッテリーあった方がいいよってね。そうそうそう、うんうんうん、一応うん24000 24000ミリアンペアでかいよね、重いよね。そうそうそう、うん、お二人で来られるのかな、どうかな、これどういう風にすればいいかな。今ねマイク、この iPhone マイクでさ、 iPhone マイクで撮ってるから、お二人あ、そうですね、うん、ちょっとなんかすごいうん、うん、一応ヒエピタくん持ってきたので、ね、子供用のやつだけど、なんかあった時のために貼ろうかなと思って、さあどんな厚塗りしたアイボスさんが出てくるんでしょうか僕はちょっとあのあれなんですけど、ちょっとハゲ上がった親父で、僕普通のね、あの見た目は何のカリスマ性もない、どこにでもいるっていうか、どちらかというとちょっと枯れたおっさんになってるんですけど、どうかな、あのちょっとね
本当言うと多分これからアイボさんとあの旦那さんっていうかお二人で、あのなんだっけ、キャンプ各地巡ったりして、そういうの YouTube にアップされていくっていう風におっしゃってたから、まあ、アイボさんというか旦那さんかな、うん、旦那さんのお話ちょっと聞いてみたいなと思ったの、うん、あの二次会、うん、あー、うん、うん、おお、そうだね、 CPU クールアプリか、うん、これどうすかな、これ動画で撮っておくか、カメラ回しとこうか、こうやって。でもこうやっていきなりカメラこうやって構えられたら、アイボスさんあれだよね、さすがにちょっと引くよ。まあ動画撮らないで、一応あの一回了承を得てからにしますんで、撮らないんで、あでもいいか、撮っといて後で消せばいいか、うん、じゃあ僕こういう風にこの横にこういう風にツイキャスしながら、僕インカメラで待ち構えてて、インカメラで僕撮りながら、あのてか皆さんやっぱ本当は見たいんだよね、あの了承を得たらアウトカメラに切り替えて映して、ダメだったらあのインカメラで声だけ拾うっていうか、拾えるかな、うん、あれの方がいいかな、その普通のこの何このイヤホンマイク使うんじゃなくて、普通にこの内蔵マイクの方がいいのかな、内蔵マイクの方がいいのかな、そうですよ、そうですよ、あの面白いね、なんか待っててって言われてね、うん、まあそうだね、うん、こんな楽しい回の、うん、まあ、一応ほら僕はさ誰と会うにしてもさ普段こんな感じだからさ、あんま変わんないんだけどさ、うん、見た目も変わんないしさまあ多分ね10分ほどお待ちって言われてたんで、これ一枠終わってからかなと思うんだけど、うん、っていうかちょうどいいタイミングだから一回切っとくか、一回切っとく、ここら辺で、うん、交互期待みたいな感じで続きは次にしておきましょうかねえ、大ちゃんも来ればよかったのにね、近いからね、うん、だってホソピーさんだって埼玉から来るしさ、枝ちゃんも来るしさ、うん、まあ、一応宮下さん主催のだから、映像系 YouTuber さんの主催の、あ、いやいや、あ、フットワークの辛さ日本一は佐藤さんです佐藤さんはもうそ沖縄まで行くから、ね、ああなるほどね、うんうん、まあね、なかなかね、うん、顔出ししてないとやっぱりどうしてもあれですよね、うん、まあ、僕も顔出しっていうことに一回ちょっとなんかね、おう、ジョニージローさん、グッ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 、顔出し顔出さないのいろいろな意見はあると思いますけど、僕は別にね顔出しても全然ね、支障をきたさないし、むしろ別に、こんな僕でも見てくれるんだと思って、ね、嬉しいけどね、うん、こんなおっさんでも見てくれるんだと思って、ね、もう若い可愛い女の子じゃなくて、ね、お前おっさん見るんかいみたいなね、うん、
ちょっと待った。これ一回切るわ。どうかね。なんか今ちょっとピッてで、ピッて来たからなんかピッてあるのかな。ピッてあるのかな。おう。おっさん率高いっていうか、ほぼおっさん、ほぼおっさんばっかり、うん、主催者がおっさんだしね、うん、でもそれいいんじゃないかなって。おっさんはおっさんでも、あの枯れたおっさんっていうか、なんつうの、うん、いい大人ってやつ、うん、いいんじゃないかな、うん、そしてこうやってですね、あのまあ本当はね、 YouTube の方でもさっき来たぜ横浜ってやつアップしたんですけど、その後ね、そのシリーズの続きで多分 YouTube にアップすれば、そのそっちの方がいいかなと思ったりしたんだけど、あ、そうですね、うん、あれですよ、そうそうそう、大ちゃん3次会に来ればじゃん。二次会あれしてないから。三次会に来れば、七時。大ちゃん来ないよ。ドタ参加。ドタキャンじゃなくて。いきなり参加。うん、来ればいいのにね。うん。と思いました。うん、多分、ああ、顔出し的に、あ、でも顔出し、今なんか、大ちゃん顔出ししたんじゃなかった？違ったっけ？いや、サングラスしてくれればね。あ、27分。どうしよう。あと1回。うん。1回あれにしようかな。1回ここら辺で切りましょうか。このね、アーカイブを、1回残して、若そうに見えるけど、あれだから髪の毛が、相当、もう、あれから、薄くなってきてるんで、トータル的に言うとかなり、おっさんです。はい。おっさんというか、おっちゃんです。はい。侍剣さんだね、うん、はい、じゃあちょっと一旦切って、多分もうそろそろ基礎なんで切って、もう一回立ち上げて待ってましょう、うん、あーそっか、うん、はい、うん、一旦切りますね。